はい、こんなものを買いました。3話のですね、カセットトゥ MPEG3 コンバーター&プレイヤーということで、だいたい予想はつくと思うんですけれども、まずは開けてみます。じゃん、こんなになってます。まあカセットプレイヤーですよね。今の人知ってるかどうかわかりませんけれども、まあこれのカセットテープの中の音を、まあここのどこだ、あ、USB メモリーへ MPEG3 で出力するというものですね。これを買った理由ですけれども、まあ、自分はですね、今就活ということで断捨離をしております。で、断捨離してるやつがなんでこんな新しい製品を買うかというとですね、まずですね、断捨離をするにあたってですね、例えば、まあ、こんな書類とかですね、紙系のものは一応 PDF に焼いて、まあ、最悪必要になった時でも、まあ、あるというふうにはして捨てているんです。まあ、倉庫をいろいろ捨ててるうちにですね、突き当たったのがカセットテープね、まあ、少しあるわけですよ。で、当然くだらないのはポイって捨てていいんですけど、例えばこれとかはですね、自分が高校の時に、まあ、バンド組んでてですね、まあ、それを録音してあるというと、まあ、結構これが直近まで残っちゃって、まあ、どうやって捨てようということになったわけです。で、これをですね、まあ、デジタル変換して一応取っておきたいなということでこれを買ったわけです。さあ、本当にできるかどうかやってみようかと思います。はい、そもそもプレイヤーだから音が出るはずということで、懐かしの A 面、これね、さっき言ったように高校の時のバンドの演奏が入っているはず。これね、こうやって開くんですよ、こうやって。それでこうだね、こう入れるんだね。よし、とりあえず再生してみますか。音入ってんのかな。やってますね、なんかね。何演奏してんだこいつは。もうちょっといいとこ行こうかな。これをですね、USB に入れてみようかなと思います。MPEG3 でね。で、これ、FAT32 に一応なってるんですけど、大丈夫でしょうかね。ここね。ここ。USB 入れ。入れました。え、これだけかな?これで、再生すりゃもう入んのこれ。ん?ほんとか?あ、この辺で確認してみようかな。こんなんで、え、だってこれで抜いちゃって入ってると思えないんだけどな。あ、入ってねえや。ということで使い方がダメだから一旦オフ。はい、使い方がわからなかったのでちょっと読んできました。この辺がミソでしたね。これはカセットの操作で、この辺がなんだろう、メモリー系の操作なのかな。この2つ使いこなさないといけないことが分かりました。再生やるじゃないですか。音はもうまだ録音してないんですよ、 USB に。でね、これを3秒長押しすると始まるんですって。あ、赤いのがついた。これで録音してるはず。で、やめたいときはこれを3秒長押しするんだって。もうバカだったね、この頃はね。ちなみにこれは私の声ではありません。よし、やめて。よし、これでここに入ってるはず。
はい、今パソコンに USB を挿しました。開けてみます。中にフォルダーがなんかできてました。開けると、あ、 MPEG-3 入ってる。これで録音されてるのかな。はい、お、あ、録音されてる。あ、いい音じゃん、結構。あ、グッドグッド。やり、これでじゃあ、MPEG-3 に落として断捨離します。よし、意外といいぞ、これ。